里見郷は、群馬県内のカラス川流域の故障である。旧春名町のカラス川南岸、旧里見村がこれに該当する。現在の高崎市春名市所の上里見町、中里見町、下里見町、上大島町に相当する。増鎮呪将軍、新田義重の所長氏、新田義利氏が、上野国水郡軍、里見郷に移り、その地の名を名字としたとの伝承もある。 里見村氏によれば、里見号の由来と伝承されているものは二つあるとしている。しかし、両説とも伝承の域を超えず、はっきりしない。おそらく、里見号の由来は、中世この地の自動職であった里見氏から名付けられたものであるとも言えるし、また里見に従して、里見を名乗ったとも言えると、里見村氏は結論づけている。以下、里見村の歴史は、 里見村の甲冑新山上長天皇ー地に祀ってあった八坂神社で祭神は須佐農村で皇人である。この祭りの日にたるみこしを作り、須佐農村の化身となった12歳から15歳くらいの少年が全裸で街中をみこしを担ぎ巡り、大いに暴れ回って、しまいにカラス川の難喜び口へ担ぎ込みみそぎをする祭り行事があった。村人は、 サノのソンの乱暴を止めてはならないという、起きであったという。明治8年に作られた八坂神社の上りがあるので、その頃盛んに行われたようである。上里謙信さ山上町北浦の浄土山の本堂に、毎年8月16日の夜108の灯明を掲げ、祈祷をする行事で仏寺である。ひな壇のように水壇を作り、さらに灯油を入れ通し身を浸して、 これに火をつけるので108の灯明が一斉に輝く様は荘音である。これは祖先の霊に苦毒を与え、己の108悩を消滅し、村の豊作を祈願する祈祷と言われている。ただし、翌朝まで火を絶やしてしまうことがあると、村に災害が起こるという苦伝もあるため、村人は交代で根津の番をしたという。伝承では、新田義貞は、 里見氏五世忠義の子として生まれた。生まれた年は不明であるが、昭和元年の間と推定されている。幼名を、里見小五郎と言ったが、宗家に行った調子に子がなかったので、その養子となり小太郎義瀬だと解明したと言われている。この伝承をもとに、明治23年8月、里見三戸之助が、全国から城剤を募り、光明寺境内に、日田高級利費を建設している。 ありがとうございます。